しいぜ。強くなった気がするぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。体調万全だね。いけるじゃねえか。見ろや。文句あんのか。なんだおい。俺の番ね。してみろ。やってみよう。かかってこいよ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。とっておきだ。やめるな。これだ。ほら来いよ。どうするかね。やめるな。あったな。
来やがれ。どうした？席か。おい、あれ見てみろ。菜の花だ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。うん、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だってこっからじゃ何にも聞こえねえぞ。春日、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？随分と疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、うん、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。はい、全てがお父さんもあなたもなれますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつ
つあなあ、悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。当てやこら。このネスティングじゃねえ。乗車しねえぞ。よし、行くぞ。来いよ、見せてやるよ。俺の番か。俺の番ね。やってみろ。見てろよ。俺の番だな。するかね。おう、なあ、社会福祉法人。おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき茶店で会ってた男はここの職員か。なんだとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん。ああ、向田菜の葉さんのことですね。お父
俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。まあ普通はそうだろうな。いや面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ、菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろう。かかってこいよ。まで行かれますか。それでは出発いたします。なあ、ねえ、
待て。ダメだ。私は翔太を守りたいだけなのに。ちょっとは落ち着いたかよ。あのプレゼントは翔太が誕生日だったと知っておっさんがあげたんだ。ただの善意だよ。誕生日？あんた自分の子供の誕生日も忘れちまってたのかよ。それでよくおっさんを責められるな。お父さん、お母さんがいなくなってからすごいお仕事を頑張ってて、だから忘れちゃうのも仕方なくて。いや、どんな理由があれど子供の誕生日を忘れるような親は親失格だ。お父さん。お母さんを病気で失って以来、お前に不自由をさせないために必死になって働いてきた。全てはお前のためだと思って。だが、それは間違っていたのかもしれない。わしとあんたは似ているかもしれんな。え？実はわしもこうなる前は家庭を持っていてな。翔太君みたいな可愛い息子もいたんじゃ。わしは貧乏な家で育って苦労をしてな。だから自分の子供にはそんな思いをさせまいと朝から晩まで働いたんじゃ。家庭も顧みずにな。そして家族に愛想を尽かされ、結果このざまじゃ。本当に大切なものを見誤ってしまったんじゃな。人生には失敗がつきものじゃ。だが取り返せる失敗と取り返せない失敗がある。あんたはわしとは違う。まだチャンスがあるんじゃないのか。チャンス。お父さん、その本棚
いいの？何がおかしい？本を買うんだから本棚は必要だろ。よく見たら悪くない本棚だ。お父さん。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。さっきはすまなかった。かけてみるとするよ、あんたの言うチャンスとやらにね。いい本を選んでやってくれ。もちろんだ。おじさんたち、どうもありがとう。本棚、僕一生大切にするからね。ああ、お父さんと仲良くな。うん、それじゃあ。よかったな。ああ、前にホームレスのプレゼントなんか誰も喜ばねえとか言ってたけどよ、ありゃ間違いだぜ。おっさんが渡したものは汚くも臭くもねえ、愛のこもった最高のプレゼントだよ。